多いからいろんなタグができるな。連鎖爆発ダメージを上げていこう。何これ、どういう感じこれ。6308ユニット、え、こういう感じか。これは吸引テスト開始、安全距離確認かかれ。これ気持ちいいパターンのやつや。これは素晴らしい。お、なんだ、今期の螺旋はみんなのストレス発散状になったか。ついに今までがひどすぎたか。諸行無常は大丈夫。捕まえた、終わりだ、撤収かかれ。ここもすごいですけど、ナーガの回復力も凄まじいですよね。幻想爆発を打った時に札ついたやつの絵の本当に圧が半端ない。安全距離確認、7号式しっかり幻想爆発を。さあラッシュかけよう。モニセガラスとか、いやマジで相性がいい。実感が湧きにくいけど本当にね。あれなんか知らないなと思ったら、ナナのオフラが活躍してまあまだよ、第1問やからストレス減るんだから。さっきのはね、まあでもさっきのはカズハか、カズハ用の場所やったんかな。今のステージでカズハで行ったらよ、すげえ気持ちよさそうやな。オッケー、溜めて、ギリ溜まってな。冷静に溜めて、こいつらはまとめて倒すことに意識を集中した方がいい。変に片方だけ。つってもここはやかな、ゆっくりゆっくりってか、もう最悪もう片方ずつでもいいのか。めっちゃガードするやん。そろそろ、あ、やばい、そのモーションが決まる前に入るんだよな、回復が。まあいいや、幻想チャージ食べさせてもらおう。あと30秒もあるし、モーション前に回復するのやめろよ。剣振り下ろす前に回復しとるやないか。食らったの今の。まあいいや、体力減る分には好都合や。リエラン一つ羨ましい。ああ、いやもう本当に気合で、なんとか2回目は、自分も1と1回1人目はすり抜けて、陣が出て、まあそれ良かったんですけど、3突なんで、まあいいんですけど、やっぱ、すり抜けました。で、2回目なんとか 50% の確率に勝てました。もうこれですり抜けたらもう諦めようって思ってて。でも全身全霊使って、全霊の意思使って。やりましたわ。あれとか、ここあれないやん。あれがない無双の氷とか、何だっけ、極寒ゲージや、極寒ゲージ。極寒ゲージがない無双の氷とか、神やろ。どうした今日じゃん。今回の螺旋。幻想爆発使うんでよかったな。こんなってか、寒暖差のない誰とのために。するために。じゃあもう幻想チャージ貯めよう。あ、でも前半やもんな、これ。でも後半だからそんな大したことなかったはず。暗い。さあ。戻れ。あ、そうか、銃撃か。あ、ここでナナが生きる。銃撃しやすいもんね、やっぱ片手剣。いや、これナナ連れてきてよかったな。舐めてんのかって話じゃないけど。いや別に断じてナナをバカにしてるわけだ。ヒーラーとして本当に優秀やからな、ナナ。なんか自分物理運用しちゃってるけど、ちょっとこの体力やばいな。さすがにいくらなんか体力削れればいいっつったって。あ、でこれでここか。ちょっと回復挟もう。でここら辺でちょっともったいないけどチェンジして、どうした、そう、ああ回復して、
相変わらずクールタイムの計算が頑張り。ここね、これ。オッケー、完璧。タックルしてくれ。やめてくれ。こいつは連れてこよう。なんかこっちで戦ったらそのうち来るでしょ。あ、これ降り注ぐやつか。はあ。オッケー。これ貯めていこう。これまた余裕あるんじゃない時間に。あと1体。どこにいるのこれ。あ、これか。あと40秒か。時間見てよ。冷静に。あ、でも結構体力残ってるな。ラッシュかけないと。まあもう困った時はもうこれしとけばもう終わるから全て肩がつく。召喚化粧。なれば優秀。やっぱもう大概にしといた方がいいか。まあ、全然使っとらんやんけーって話なんですけど。思い出したかのように取り出したなら。どうなの、やっぱ7多分もう本当に何でしょう、もう優秀って言えるとこまで行くにはやっぱ海染めシャコがやっぱ一番じゃないですかね。いや物理アタッカーもいいかなと思ったんですけど、あとアタッカーっていうかなんか攻撃、いやまあでもなんか器用貧乏になっちゃうんで、やっぱ海染めシャコ安定ですかね。あれで3万ダメージ定期的に出した方がヒーラーとしても優秀かな。あれ、この HP50% 以上の時って、これ、アンチフーターをやったっけ、素直口には。銃撃のモーションが早いのかな。そんなことはないか。この調子で、ファーズミラーメイデンもよく振っとくようにしてほしい。うわ、これ美味しいやつや。あー、ちょっとダメージ受け、全然見えなかったけど、多分気持ちいいダメージ出てる。もう一回。9万ダメージ、素晴らしい。周りのうざいやつから倒した方がいいな。てか水から倒したんかっこいい。そこだ、捕まえた。吸引テスト開始。いけ生成ルテン。くらえトン。あ、そこだ。美しい調べっていうことは、あ、22万素晴らしい。安全距離確認。無双の風糸よ、工作せよ。もう7が凍らせてくれて、凍結からの妖怪全然悪くないよ。4元素いるからね、もうイエランがフルパワーや。なんか食らってるな。あ、これあれか、クールタイムが伸びるやつか。それやばいな。どういうわけ、ここをちゃちゃっと終わらせないといけないのに。抜ける。何気にミラーメイデンの捕獲から逃げられるの強いな。もうちょっと水元素耐性あるけど、こいつ勝った。これ何分のこと、1分半か。でラスト遺跡サーペンとか、もう正面あいつは、ねえねえねえ、こいつは正面ちゃんと、でもギミックなしやったら早く終わるんじゃない。2216、これ素晴らしい。50%減った。しかもご利用していけるんじゃないか。うわー最悪。うわー、シールド切れたか。でも特に何やろ、ギミックないんやろ。でもギミックイエラン。イエランこれあのまだあの何でしたっけ、生物完成してないんですよこれ。いやまあスキル、元素スキルの方はあんま関係ないんですけど、まだなんかあり合わせのやつをつけてるんですけど、これなんてもうエグいっすよ。バグってる。もうなんか燃やしてからのこれで10万減るの、やばすぎる。9万、やばすぎるな。レートの入りがちょっと下げて違う。あ、やばい、その子生成ルテン。ここにて安全距離確認。無双の風、そこだ。ショッター。9万。
もうこの会心出た時にやばい、いややっぱやばいわ、もうあんな瀕死だったエンヒがもう回復してる。やっぱなな回復力が侮れんな。でここみと違って水元素を付与することもないし、硬いんだってお前これミリゲージがやばすぎる。で次死ないようにしよう。早めに元素爆発、もう元素爆発撃っちゃうか、熟知目的で。あ、ミスった、まあいいか。他のキャラは HP 関係ないし、2116回から一発使わないけど、もちょなんかもうシールド壊れてる、あぶね、あぶね、ちょっとシールド見せてみたいな。あ、でも時間こんなんやったらいけるわこの前不意みたい。あ、なんだ、あ、これか。え、これちょっと長くない時間。まあ結局もう吹いたのが強すぎ問題ないのかなこれ。そっちに出てくんの、やばい、これは大幅なタイムロス。まあこれ何回かやってたらいけるやろな、これがあかんかったとしても。遺跡サーペントのちょっと挙動を学ぶ必要がある。この新しく出てきたこの配布武器の落下がなかなか優秀。何何何、目回る。あれ、これギミックないけどどうやって壊すんこれ。壊さないのかな。食材の分際で、この仕事は排除するべきですね。え、マジか、あれ幻想粒子も飛んのか。幻想粒子溜まってなかった。じゃあもうやばいって、遅延行為がやばい。190瀕死すぎる。欲望の OK、 ここで。こんな面だ、これはさすがにきついか。いやでも、あ、いやダメだ、やり直そう。いや、いけるいけるいける。ちょっともうちょい挙動を見る必要が、ちょっとカーオの元素爆発ミスったのが痛かった。え、こんな面倒いキャラやった。え、でも挙動あれランダムやったらもうこれもう、てかミラーメインで早く倒そう。熟知気持ちいいとか言ってる場合じゃない。まず考えよう。まず構えモーションが入るから、しっかり炎元素を付着させて、浮かせて、しっかり撤収して、これ炎水遺品からも死ぬな入る前に、ここの処理を早くしたい。これこのコンビはまずいって。でこいつはもうなんか持つ捕獲してみようがね。このコンビ凶悪すぎやろ。これはやばいかも。生成ルテン、そうか、お札ついてないのか。やばい、水元素半減きついんだけど、本当に硬すぎる。いけた、また1分半か。1分半でいけるもんなんかなこれ。ここでもう攻撃判断があるから、部外者禁止、ガンウォーテイ君のために。あ、やっぱ攻撃ランダムやんな、さっきくるくる回るタイプやったもん。攻撃ランダムやったもん、いくらでも可能性が生まれるな。次の仕事は配布武器がなかなか優秀。あ、またこれか、これは絶対やってくんだね。あ、でもここでもダメージ与えられるな。よしよしよし、いいぞ。回収して
この仕事は排除するべきですね。あ、そうや、どっか行くんやった。あ、でも今回そこやったらいいぞ。あ、よくないわ。ここで弾いていくのね、この後は。で、待って、潜るねんな、この後。もう意味のない、なんか、掘削を繰り返して。で、これ止められないのかな。この間、な、攻撃せん方がいいかな、これ。これ、どういう状況。一生潜ったり出たりしてる。ちょっとひどく。遺跡サーペントな。お願い遺跡サーペントするしかないな、これ。で、僕もさっさと終わらせる必要がある。ミラーメイデンを放置して。行くぞ。下がれ。ほれ。こういう流れで。しっかりここで。捕まえた。終わりだ。しっかりここでダメージ与えて、この凍結の時間はなかなか尽くして。起き上がる前に。で落として、そして抜ける、完璧で。こうなったらもうイエランは本気で、まあ、この元素爆発で捕獲されんようにして、これが大物になるから。すごい追撃してくる、向こうのあれも。もうなんか綺麗に受けれた。で、ここで元素爆発ちょっと買わせんかったけど、これいったでしょ。 OK、 4万。それぞれ潜るのクソだる。だるすぎますよ、あれ。もう何回同じとこ掘削するんですか。だ、もう穴開くよ、深淵に。マジで挙動が読めない、あんまり。あのイエランの、あの突破素材とはいえ、しかも天井内のなんか上から降ってくるし。様子見のもあんまりなんか適当に打ちまくると。あ、今回くるくるぐるぐるじゃない、それ、それきつい。今度こそちょっと行き座っていただいてもらおうと。ななるべくヒットストップで止めて、妖怪そこか。ああ、これか。ああ、ちょっと早かった。まあ、回復目的で。で、今度そっちやな。でも今回、元素爆発まだ入ってない。これを、でももう一回潜る。でも、負け出てくる。マジで、このやりとり何やばすぎだろ。で、これ止められないんだよな。これ止められないから、これは関羽の元素爆発なんですよ。おさわり禁止。この仕事は排除するべき。すごいことだったよ。で、この後フリーなのかな。これ食らうのか。え、ちょっとあの1回目くるくる回ってくれへんと。きついんやけど、あれ。これこれこれ、この攻撃してくれへんと、このぐるぐるぐる。これでちょっとダメージ稼いでた感あるから、これしてくるまで待たんとあかんやん、これ。ちょっともうだるいって、これは。どうなんやろ、攻撃力上げた方がいいんかな、これ。攻撃力がでも足りてそうなんだよな、バフ。現在バフあるから。ミラーメイデンもちょっと手間取ってんのかな。もっと効率よくダメージを与える必要がある。あ、ちゃんと寄ってくれた。真ん中に寄らせて。吸引テスト開始。安全距離確認。かかれ。終わりで。撤収。痛がっちゃうね。もう入るのか、それ。ホーレ。
やばい、水を食らうと、あ、このぐらいなら、そこだ、急ごう、トン、よ、はは、食らえ、いや、凍るか、ボン、やべ、やべ、急がなくて、やばい、動かない、戻れ、センスを開け、先に札張った方がいいかも、どの目が出るかね、燃えよ、ほれ、こいつらも勝てえな、避けて、避けられてないけど、そこだ、行くぞよ、吸引テスト開始、輸送の風、うん、下がれ、ほれ、いいよ、いい火力、おのおぐいの剣、や、トン、はぁ、ほれ、オッケー、今回は9分近く残ってる。これで頼むから、あのぐるぐるしてほしい、ぐるぐる、ぐるぐるじゃなかったらマジできつい。で、なるべくちょっとデマッチしかない。出てきた瞬間、このミクロの戦いしたい。頼む、ぐるぐるしてくれ、お願いや。じゃないと、ぐるぐるする前にもう一回。あ、ぐるぐるしてくれた。オッケーオッケーオッケー。ここでだいぶダメージ、ここでもう体力半分減ってるもん。で、これするかしないかやん。言ってしまえば。で、これ次あれやろ。よし、読んでる読んでる。ちょちょちょ。え、こっから引き寄せてくんの？ついて、召喚結晶。で、これはまだ仮なんだよ、フェイクなんだよな。ロッパはどこに攻撃している？で、3にして。で、ここ、これが本番。で、こっからなんかチャージモードが入って、だからここでゲーズバカンさんが良くなかったのかしら。今更考えてもしょうがない。あれ壊れた？あ、なんか、そういうのあるんや。やばい、パニックってる。何これ、なんか浮き上がった。ちょっと待ってくれよ、もう。いやいやいや、今の絶対チャンスやったやん。ちょちょ、この浮き上がるの何なんだね、これ。いやでも、これは行きたい。浮き上がらされたって。やってやってくれた。え、これいけるいけるいける。これ、なんやあれ。なんか、あの時に攻撃加えれまくればダウンすんのか。だ、攻撃が足りんかったんやな、あれ。で、ここ時間かかりすぎてるから。凍らせちゃうかも、一緒に。それがいい。困った時は凍結っていう。あー、ちょっとばらけすぎたから。だから、氷。あ、氷不要。からの、拡散かな。それでいいんじゃない。ホーリーファディめっちゃ近づいてはくれる。お前らも凍らせたろなっつって。凍ってた方が幾分か楽やわ。そこだ。水をイン。よっ、さあ、よっ、あ、そこだ。急ぐトン。やばい。このコンビマジで凶悪やな。避けて、え、何これ、避けれてない、避けたと思ったら、え、これはやっぱ炎吹き方間違い。6308式ユニット吸引テスト開始。7号式モジュール炎が付着できんかな。ここにて命じる。ブレモノ終わりで、おのおぐいの剣、燃えよ、ほれ、この冷凍の時間を速攻で終わらせる。ああ、終わらせれんかったか。よ、そこだ、いや、氷にしてきて、何で起こった。いや、だって
くらえ。急ごう。捕獲完了。かかれ。痛がっちゃいけない。6308式ユニット。安全距離確認。超覚悟。ロロ目が出るから。ブーン。過ちを正さないと。やばい。この組み合わせ、遺跡サーペンってやばいかもしれん。ちょ、なんやろう、なんかインパクトはないんやけど。陰湿だな、なかなか。どうしよう、手前のファディに着火した方がいいね、これ。しっかり時間を有効活用して、ちゃんと回収して。これで、この方向は間違ってない、方向性は、この炎格差。で終わった後に、おこっち来てくれた、ラッキーゴロ。で、今、ミラー。で、しっかり離れる。OK。よし、寝てる間に。蒸発すればそこそこダメージ。吸引テスト開始。安全不利。無双の風。痛いけど、これがあれば。燃えよ。くらえ。うわ、さすがだな。あれ全部受けたのに生きてる。生きてる。くらえ。痛がっちゃう。鏡の花。水の。あ、そっか。短所鉄拳。よっ。よ。あ、短所鉄拳しちゃったら変えちゃった。よっ。よ。あ、さあ。くらえ。よっ。トン。よ、そこだ。よっ。よし。見ると。くらえ。いやー、1分半か。1分半できついな。凍結凍結のだるさをもう凝縮したパーティーがやってきたな。回復されないで、もういっそのこと水ファディで回復でもいいのか、まあ、とりあえずやってみよう。ちゃんとギミック繰り返せれば早く終われるかもしれない。ただこの初手それだとな。もうちょっと戻ってきてくれんのかこれ。ちょっと DPS が落ちちゃうんだよなこれ。次くるくるか。まあ、結局はこの順番か。じゃああんま変わらんのか。くるくるしてこないんだったらもうおとなしく変えるか。で次ギミックくるから、ギミックの時に、あ、でもそうか、ギミックの前にこの意味のないなんか掘削始めるのか。この時間絶対いらんって。じゃあ急いでるっていうのにのんきに掘削しやがって、業務を全うするな。え、ここ、これどうすれば、これあれを運べばいいのか。どういうことなんやろ。何を、なんか最初アンケートさっきダウンしたんだよ。これダウンした、違うな、さっきダウンしたんだよな。あれを撃てばいいのかな。あのギミックさえ理解でも、最初ギミック理解しんとそのままいけそうやったからな。やっぱ最初のここをいかに早く始末するかやな。そこだ、行くぞ。6308式ユニット。凍結が本当に時間ロスやから。捕まえた、いいという到着せよ。かかれ。行きたまえ、ここにてね。水レンズ付着して、オッケーオッケーオッケー。これで凍結侵入に気をつけて、オッケーオッケー、早い早い。捕獲管理を避けて、これも一応時間ロスやからな。この変な反射のやつも避けて。捕まえた、ロロ目が出る。かかれ。安全距離確認。しっかり水ベースを付着して、捕獲完了、ジャンプで避ける。避けた、オッケーオッケー、なんかゴリ寄せた。関係ないやん、捕獲したのにそれしてきたら。水のようにきれい。痛い。そんなもん知るか。OK! あ、何分残った。凍結は全然せんかったけど、今回ちょっと捕獲が、てか捕獲と凍結はいかんて。よし、まあ落ち着こう。ちょっと相手の挙動、1分残ってる、2分か。相手の挙動をよく見る。
ここは別にスキル測るんでいい。ちょっとフータの元素爆発だけでいいかな。スキルって元素爆発か。これだけして、ただでもこれクルクルしてきた時ちゃんとこっちの方がいいんだよな。師匠の技を喰らいなさい。でもなんかたたずむからここでなんかしちゃうけど。オッケーオッケーオッケー。ちょっと地味ながらも、ここで攻撃した方がいいかな。一応食らってるからここでも、でここからできて、お触り禁止。ここでも一応減らせるから減らして、次の仕事は、あ、地面に打つのかこれ。でしょ、そう関係者。これマジでどうして止まってくれるんだ。ガンオーテイ君のために、止まってくれ。止まらなかった、危ねえ。止まらなくてもいい。いやでも断然ダウンした方がいいねこれ。で次これに来るから。ギミック理解できればいけるなこれ。え、マジあれどうやって壊すんやろ。なんかヒントあったっけな。あれ壊すにはあの触媒がないとダメだね。これダメ、引き落ち使用できないよな、アイテム。そこだ。吸引テスト開始。安全距離確認。超拡散形態。吸引テスト開始。100レベルだからか全然ひるまないな。あ、ひこのゲット。ギミックがな、全くと言っていいほど解けないな。触媒以外で止める方法って言ったらダメージぐらいしか想像できない。急ごう。こえ。ポーレ。6308式ユニット。吸引テスト開始。輸送の風。待ってなかった。横着した。捕まえた。あ、凍結した。氷でも何でもいいわ。戦法開け。剣。凍った。短所鉄拳。鉄拳。やばい。まとめてやるのが一番な。そこだ、ホーレ。そこだ。ちょっと。安全距離確認。かかれ。ホーレ。でもまあいい感じで均等に削れてる。まああんまり良くないけど。いや。捕まっちゃった。まあ捕まった方がいいのかな。そこだ。捕まって道行けるから。ホーレ。でここで良ければ問題なしということで。そこだ。ボン。くらえ。よ。手数が多い。炎軍の剣。あ。そこだ。シールドでしっかりかわしていくと。OK。いや、激アツすぎる。もうこれはもうあのくるくる読みでしっかりやろう。もうくるくるじゃなかったらもうそれはもう諦め。諦めか、それかもうギミック解除するか。私は罰料理の時間だよ。話が通じ。この起動の時間で殴りまくる。オッケー、くるくるしてくれた。で、このなんか浮くのよくわからん。なんで浮いてしまうんだろう。熱々でしょ。お触り禁止。潜る前にオッケーオッケーオッケー。大打撃与えて。で、本当はここでもダメージ与えて。ここのダメージ大したことないから。オッケーオッケー。19000。ここ冷静に狙いたい。ついていきます。くそ、たまりだね。部外者禁止。結果にしました。ここでじゃあ仕事は排除するべきですね。ギミックを解除するしか方法はない。ここに攻撃してこないかな。あ、止まった。やっぱ攻撃なんや。攻撃こそ最大の防御。
逃げるな。オーケー。どう？あ、行った。いやー、行けた。いや、苦戦したな。なんか12層の第2問まで。あ、今回はユーザーからのもうストレスのなんか報告多すぎて、もう上がった上がったつって、 ありがとうございます。もうほんまにやばい。多分